almost a pair of barrels. よく拾った。しかしボレーが決まりました。共によく走り回りましたが、しかし最後はクルーシャーはショットが決まっています。アドバンテージクルーシャー。第2セットのセットポイントです。バラージタロッキーのサーブ。 このままセットを落としてしまうと、次はペルシャのサービスで第3セットが始まりますので、やはりセット取られても、次のセットの時に自分からサービスやった方が有利ですよね。やはりこれはもう完全にペルシャを抑え込んでおりましたから、簡単にボールを決めています。ジュース。 タロッティとしてはこのゲームだけは取っておきたいところです。ボレーが決まりました。アドバンテージタロッティ。第2セットは5-0とリードされているタロッティ。 ゲームカウントが5-1。第2セットはペルシャーがリードしています。これで一つゲームを取り返しましたので、もしこの次のゲームでタロッティとしては第2セットを落としたとしても第3セットはサーブで始めるということですね。いいわけですね。それで今のゲーム、サービスがよく入ってきましたね。ですからこれをファイナルに導くことは十分可能だと思います。そうですね。 第1セット6-3とリードしています。タロッティですが、第2セットは1-5とリードを許しています。このペルシャーが5-2-1とリード。 第1シードがこのペルシャ、第2シードがバラージュ・タロッティ。ペルシャもパーティーラン。パーティーラン。
fart. バックサンサイドの相性を言いましたので、外れました。ちょっと大振り気味でしたね。そうですね。これで40ラップ。セットポイントです。3セットポイントということになります。エリオット・ペルチャー。第2セット、現在、5-1 とリードしているペルチャーのサーブ。全としてセットポイントです。40-15。なかなか取れないですね。そうですね。6回目のセットポイントですね。40-15。セットポイントです。ボール。手前がカロッティ。よく拾いました。ペルチャーがよく拾いました。これで第2セットペルチャーが取りました。6-1でペルチャーが第2セットを取りました。これでセットカウントは1-1のタイであります。第1セットが 6-3 でタロッティ。第2セットは逆に 6-1 とエリオット・ペルチャーが取りまして、ファイナルセットに入ります。男子のシングルスの決勝です。第1セット、第2セット、これでまあ一応セットカウントはタイになったわけですが、2人のプレーをご覧になって森さんいかがですか？そうですね、第1セットはちょっといろいろトラブルあった、はい、ペルチャーがですね、リズム乗れなくて落としましたけど、セカンドセットになってやはりこれ落としますと終わりですからね、気分に入れ替えてやって、これ完全にペルチャーのペースだったですね、はい、その速いサービス&ボレー、それからバックのストレートですね、それでタロッティが対抗できなかったということですね、はい、ですからファイナルになりましたらね、やはりそれぞれの持ち味をこれ出てくると思いますからね、タロッティもサービスがだいぶ入り出しましたし、これからは一本一本がですね、勝敗に関係すると思いますね。そうですね。ファイナルセット勝負になりました。男子のシングルスの決勝です。第1セットが 6-3 でタロッティ。第2セットは 6-1 でペルチャーが取りまして、ワンセットオール。ファイナルセットに入りました。男子のシングルスの決勝です。タロッティのサーブで始まります。タロッティが積極的に前を出ました。完全にこのセットは気持ちを切り替えてますね。そうですね、お互いにもこの最後ということですね、やはり今もいいプレーだったですね。この大会第2シードのハンガリーのタロッティ。手前がナンバーワンシードのエリオット・ペルチャー。アウトです。30ラップ。セットカウントはご覧のように1-1。第1セットがタロッティ、第2セットがペルチャー。ファイナルセットに入っています。男子のシングルスの決勝です。アウト。30-15。
ルシャーのバックハンドのパスは大きく見ました。 14-15 ファイナルセットの第1ゲームです。セットカウントは1対2。タロッティは1954年生まれ、27歳。ファーストアイスはホール、手前のセルシャーは22歳です。ファイナルセットの第1ゲームはタロッティがサービスをキープいたしました。それで 1-2-1。 ここで一つ森さんにこのタロッティのテニスの特徴というのを紹介していただきましょうか。そうですね、長身からのフォアサービスですね、強烈な。それとあとはフォアハンドはトップスピンですね、でバックは今トップスピン前提っていうことを言えると思うんですけど、僕はスライスでですね、スライスでもただ逃げるスライスより高い位置からですね、コントロールよく打ち合わせるプレーですね。なるほどね。それからチャンス出たらバックからの深いアプローチショットでボレーで止めるというテニスですね。プレーコートを得意としているわけですね。やはりそれに合った打ち方をしているわけですね。してますね。それからパスだけじゃなくてですね、相手が出てきた時にロブですね、はい、それが非常にうまいですね。これがそうですね、今もスライス打ってるスライスね、はい、これですね、高い位置から上からラケットの、これは黒点を打ってますね。なるほどね、これは特徴ですね。ああ、そうでした。さあ、これからファイナルセットの第2ゲームに入ります。手前のコートにバラージ・サロッティ、そして向こう側にエリオット・ペルチャー。第2シードの対決になりました。男子のシングルスの決勝です。優勝賞金は2万ドル、準優勝は1万ドル。スマッチミッチラブフィフティーンです。セットカウントは1対1です。このセットに全てをかけます。昨年の準優勝者エリオット・ペルチャー。ファーストサービスフォール。バックハンドをスライスで返す。手前のタロッティ、バックハンドもトップピンのペルシャー、強いボールでした。そうですね、バック相手が先体戻ろうってところにつけておいてストレート打つね、これやはりペルシャーの持ち味ですね。なるほどね。1m76 という小柄なんですけれども、腕っぷしの太さは本当に素晴らしいものがありますね。そうですね、これからのストレートですね、なかなかそう思い切ってストレート打てないんですけどね。ファイナルセットに入っております。第2ゲーム、セットカウント1対1。これは強いサーブ、返すことができませんでした。タロッティ13-15。ファイナルセットの第2ゲームに入っています。このセルシャーも今レシーブに回っているタロッティもどうやらサービスが決まり始めています。思い切って打ってきたものまたそこから綺麗に決めますからね。セルシャーの強いボールを見事に返していきますね。そうですね、もうギリギリですね。はい、サーティオハーフボレーアウトです。30-40 30-40
ブレイクポイントになります。第1セットではちょっとジャッジにクレームをつけたりして気分を集中することができませんでしたエリオット・ペルチャーですが、第2セットからは完全に立ち直っています。見事なバックハンドのクロス。やはりあのストレートを持ってたらね、コンタクトしてたらね、相手を思わない方にね、予測しない方に打ってますね。そうですね。ATP ランクが第10位、昨年の最終ランクも10位でした、エリオット・ペルチャー。フォアハンドの試合です。フォアの打ち合いが続いています。やっとバッチリ行きました。ペルチャー出ます。パス。鮮やかです。アドバンテージ。サロッティ、サロッティの特徴が十分に出されましたね。そうですね。ダリーに持ち込んで相手が出てきたところをパスで、あれをいい気がありますからね、出てくるところは分かんないんですね。なるほどね。アドバンテージ、サロッティ。ブレイクポイントです。よくまた10分戻しました。エリオット・ペルチャー。ファイナルセットは第1ゲーム。サロッティが取っておりまして、1ゲーム2ラウンド。第2ゲームはヒースです。サロッティのフォア。きれいにペルチャーのバックサイドを抜けていきました。アドバンテージ、サロッティ。またブレイクポイントです。いいサービスで、いいリターン。またいいサービスですね、はい、ファイナルに入ってやっと見応えが。そうですね、よくなってきました、アドバンテージ、サロッティです。サロッティがペルチャーのサービスをブレイクいたしました。第2ゲーム、サロッティが取りまして、これで2ゲーム2ラウン、2対0とサロッティがファイナルセットをリードいたします。さあ、相手のサービスを破ったサロッティ、第3ゲーム。1973年以来、ハンガリーのナンバーワンの地位を保っています。今度はペルチャーバックハンドパス。ラストシーン、共にクレーコートは得意です。オランダオープンには3連勝の実績を持つサロッティ。サロッティ得意のショット。フィフティーノー、フィフティーノー。
ウトです。13-15。セルシャーとしてはタルスキーが非常にいいパスを持っているだけに、うかつには前へ出られないですね。そうですね。やはり相手のザリアってですね、相手のボールが浅くなった時に打って前へ出るのがいいんですよね。無理して出ますと、やはりタルスキーパスに得意ですからね。ニアに出れませんね。これもアウトです。ね、ちょっとずつアウトですね。やはりあの抑えが効かなくなってくるわけですね。なるほどね。はい、特にトップスピンがちょっとかかりが悪いということですね。はい、これで 40-15 です。2ゲームリードしているファイナルセットタロッティ。レッドです。ファーストサービスのやり直し。40-15。このサービスをキープすれば 3-0 になります。ファイナルセットフォールドです。これもアウトです。結局このゲームはセルシャーの返すボールがほんのわずかずつベースラインを越えてしまいました。第3ゲーム、タロッティがサービスをキープになりました。ファイナルセットは3ゲーム2ラウンド、3対0とハンガリーのタロッティがリードしています。男子のシングルスの決勝はファイナルセットに入りまして、第1ゲーム、第2ゲーム、第3ゲームといずれもこのタロッティが取っております。3対0とタロッティがリード。さあ、それではここで先ほどはタロッティのプレーを森さんに紹介してもらいましたので、今度はこの大会のナンバーワンシードエリオット・セルシャーのですね、テニスの特徴を一つお話しいただけますでしょうか。そうですね、アメリカ人としては体は小さいんですけど、キャリーに持ち込まれた肩の良さを生かしてですね、タロッティのサービスですね。するとグランドストロークは特に特徴がありますね。はい、フォアハンド、バックハンドとトップスピンでですね、ものすごくエネルギッシュにですね、走り回り、また力いっぱい打つプレーが特徴あると思いますね。はい、今のはまあ低い位置で拾っておりますから、はい、トップスピンではありませんけど、そうですね、高いところからですね、はい、まあ、どん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 打ち込んで攻撃ですね。特にバックのトップスピン、ストレートというのが特に得意としてるみたいですね。なるほどね。さあ、セルシャーとしてはファイナルセット 3-0 とリードを許しておりますので、第4ゲームのサービスゲームはどうしてもキープしなければなりません。ファイナルセットの第4ゲーム、セルシャーが前へ出るところ、バッティングはアウトになりました。バラージタロッティ、セットカウントは1対1。第1セット6-3タロッティ、第2セット6-1エリオット・セルシャー。最終セットは現在3対0とタロッティリード。レッドですか。そうですね、惜しかったですね。1959年生まれ、22歳、1m76cm、エリオット・セルシャー。ファーストサービスはアウトになりまして、フォール。昨年も決勝までこの大会で進みまして、ベンドルに敗れて準優勝に終わっています、エリオット・セルシャーです。このタロッティのフォアハンドというのは長身のせいもありますし、リーチが長いので非常に大きなストロークに見えますね。そうですね、伸びてきますね。一方、キリキリと動
き回ります。小柄なエリオット選手だ。逆をつきました。今やはりその前のサービスが良かったわけですか。そうですね、タロッチがやっとラケットの手で返せるだけですからね、だけどそれを確実にまた相手の逆をついて決めるっていう素晴らしさがありますね。フォーティーラップ第4ゲームはペルシャーが取りました。これで3ゲーム2-1、3対1タロッチリードと変わります。ファイナルセット、やっとペルシャーが1ゲーム返しまして3日です。これから第5ゲームに入ります。ペルシャーとしてはこの第5ゲームでタロッチのサーブを破らなきゃいけないですね。そうですね、やはりセカンド、ファースト入らなかった時のセカンドサービスを攻撃したいですね。どうだろう、ちょっと私にはフォールに見えたんですけどね。そうですね、はい、当たってるシャアが絶妙な表情です。タロッチも今のは確かめた方がいいんではないかという感じで出てきております。そうですね、やはり大事なゲームになってきましたからね、やはりいい条件でね、同じ、はい、状態でやってもらいたいですね。結局セカンドサービスで入ってますね。そうですね、はい、タイが浮いてくるボールを軽くボレーで、ね、セルシャーのバック前へ出ましてボレーは決まりました。フィフティンの積極的に前で出てきましたエリオット・ペルシャーです。タロッティとすればこのサービスをキープすれば4インチとかなり有利になります。このフォアには本当に威力があります。うまい、惜しい、惜しいですね。よくとっても完全に決められたボールでよく逆転のパッチングなんですけどね、はい、ボール一つですか、あ、いましたね。そうですね、ほんのちょっとそうですね。オールになりました。ファイナルセットはさすがに気合が入っています。ペルシャーファイナルタロッチ、ATP ランキングは10月5日現在で18位のタロッチ、一方のペルシャーが ATP ランクは10位です。
いっぱい。はい、ボールを送りました。カロッティが返せません。30-40。さあ、ブレイクポイント。大きいですね。わずかにベースラインを越えました。これはセルシャがじっと見ておりました、はい、今度はしかし逆にカロッチが、カロッチが見に来てますね、はい、どうだろうということでマークを見に参ります。相当両者ともにファイナルセットに入りましてナーバスになってきております。しかし既にコールがありまして一応ゲームとしてはセルシャが取りましてこれで3ゲーム2-2ファイナルセット3対2カロッティ、わずかに1ゲームのリードになったところですが依然としてカロッティが頻繁に抗議を行っております。依然としてカロッティが抗議を続けております。やはり大接戦になってまいりましたんでね。そうですね、1ゲームごとが4対2ですから、はい、第2セットは6-1でエリオット・セルシャーが取りましてファイナルセットに入っております。男子のシングルスの決勝戦第3セットは第1ゲーム、第2ゲーム、第3ゲームといずれもカロッティが取りまして3ゲーム2ラブとリードを奪いましたが第4ゲーム、第5ゲームとセルシャーが返しまして3ゲーム2-2、3人となっております。第6ゲーム15ラブ、今のサーブにもちょっと、はい、カロッティは不満です。フォートではないかということですがかなりジャッジ両選手ともナーバスになっております。ちょうど審判の位置から見ますとね、はい、逆光になって見にくいんですよね。そうですね、一人のとこから見にくいですね、はい、ですからオーバーコールしようと思ってもですねなかなかできないわけですね。そうですね、はい、ですから第2番のコールに下がってジャッジするわけですね。今度逆の、本当まるっきり逆になってきましたね。そうですね、はい、どうやらカロッティが納得したんでしょうかね。そうですね、カロッティはあまりしつこくないですね。やはりいい度数でいますね。セルシャー15ラブとリード。第6ゲーム。パスが決まりました。まあ、やはり何といっても今の後半のね、パスがこのタロッティの一番の武器ですね。そうですね、やはり直線で出てくるとちょうど高くなっちゃいますからね、セルシャはもっと滑るボールで出てきてもらいたいと思いますね。だけど確かに来てますね。15のゲームカウントは3対2タロッティリードファイナルセット。セルシャーとしては3-3の下位に追いつきたいサービスゲームです。
ファイナルセットは1ゲームずつサービスゲームを落としております。タロッティとペルシャ、これが第6ゲームです。スタートよ。ベースラインから3メートルの後ろからが、ピッチングですからね。素晴らしいパスでした。ペルシャ、バックハンドのボールの強さには定評のあります。エリオット・ペルシャ、この大会のナンバーワンシード。これで 14-30 になりました。ペルシャとしては3-3のタイに追いつくチャンスです。マービスエース入ってますね。入ってます、はい、マービスエースです。これで第6ゲームを取りました。3ゲームと、3ゲームと、さあこれで優勝の行方はどちらに行くか全く分からなくなりました。今のサービスです。力いっぱいですね。さあタロッティのサービス第7ゲーム、第7ゲームです。ペルシャー前へ出ます。アプローチショットが長すぎました。これで30ラブ。ファイナルセット3-3のタイスコア。トロッティのサーブ、フォールトです。ロビング、アウトです。ロビングのロブでしたが、これはアウトになりました。第7ゲーム。13-15、ハンガリーのナンバーワンプレーヤー、バラージュ・タロッティ、27歳。フラッシュサーブはフォールトになりました。アウトです。わずかにベースラインを越えました。パーティーオープン。場内もシーンとしております。全面甲子園、秋晴れの全面甲子園センターコート、よく返しました。ペルシャー、Thank you.
40-30。ファイナルセットは3ゲームと。全くのタイになりました。第1セットがタロッチ、第2セットはペルシャーが取っています。結局第7ゲームはタロッチーがサービスをキープいたしました。第7ゲームタロッチーが取りまして、これで4ゲーム2-3、ハンガリーのタロッチーが 4-3 とリードしています。ファイナルセットもゲームカウントの上ではこのタロッチーがリードはしているんですけども、次がペルシャーのサーブですが、全く五分と見ていいんですね。そうですね、やはりお一人たっぷりですね、はい、組み合って、これからですね。そうですね、はい、第1セットがタロッチに 6-3 で取っておりますが、第2セットこのペルシャーが 6-1 と取り返しました。ファイナルセットに入りまして3ゲームゴールから第7ゲームタロッチがサービスをキープして4-3。さあこの後このペルシャーのサーブですが、このペルシャーのサービスゲームは非常に大きなウェイトをしてますね。そうですね、やはりあれペルシャー取ればですね、またタイで次のトラップの回数を増えて次の自分のサービスということ、またこれ落としますとね、はい、やはり 5-3 でリードされてトラップのサービスになりますからね、やはり大事なゲームですね。そうですね、はい、今日のこのペルシャーのサービスはご覧になってどうですか。サービスはいいんじゃないですか。あ、そうですか、はい、さあ先にコートに入りますエリオット・ペルシャー、この大会のナンバーワンATP ランキング第10位、コンスタントに世界を股にかけまして、いい成績を収めておりますエリオット・ペルシャーです。快晴の田園コロシアにたくさんのお客さんが入りました。センターコート男子シングルスの決勝です。賞金総額が17万5000ドル、男子シングルスの優勝賞金は2万ドル、準優勝は1万ドルです。第8ゲーム、ネットにかけましたタロッチ、リフティンダウン、4-3とリードしているタロッチ。しかしサービスはそのエリオット・ペルシャーです。ペルシャーとしてはどうしてもキープしなければならないサービスゲーム、第8ゲームです。小柄ですが、かなり気象は激しそうですね。そうですね、少し満々ですね、やはりネットの果敢に出てきますからね、はい、ペルシャー、サーチラブトリーの第8ゲーム、ペルシャーがこのサービスゲームをキープすれば4ゲームと 4-4 のタイになります。わずかにフォール、逆を突かれました、トロッチ、あー、しかしちょっと焦りました。次ならゴン抜きですね、はい、完全にトロッチの逆を突いたんですが、ちょっとボレーを焦りました。エリオット・ペルシャー、パーティー15、
しようと。ナンバーワンシード、ペルシャーにとっては非常に大事なサービスゲーム。ファイナルセットの第8ゲームです。4ゲーム2、3、タロッティがリードしています。ファイナルセット、ペルシャーのサーブ。ペルシャーはちょっと苦しくなってまいりました。このゲームはどうしても取らなければなりません。サービスこれさすがですよね、やっとの近畿の時にバスサービス入れてこれ決めますからね。そうですね、バスサービスとどうなったか分かりませんからね、もうサーブを決めて前へ出てそのままボレー、サーバンボレー、これでジュースになりました。第8ゲーム、これですよね、ジャックイーダーのダケット、ね、はい、ダケットの面ができてましたからね、あ入ったわけですね、はい、素晴らしい反射神経で一旦逆を突かれながらすぐ戻りました。バックボレーが使ったペルシャー、アドバンテージペルシャー、レストです、いいサービスでした。第8ゲームを取りましたペルシャー、これで4ゲーム勝利、ファイナルセットは4対4のタイになりました。ゲーム勝利、4ゲーム勝利、ファイナルセット共にちょっと汗を拭くためにタオルを取りにベンチに戻りました。4ゲーム勝利、タロッティ対ペルシャー、これでまず1着のタイになったわけですが、あとはどういう風にゲームが展開するか、そうですね、先ほどそうですね、やはり自分のサービスゲームを確実に取ることがある優勝につながりますからね、はい、はい、ボンミスをしないことですね。ボールが浮き上がりました。アウトです。インナー、インナー、ファイナルセットは1回ずつサービスゲームを落としただけ。現在4ゲーム勝利のタイ、セットカウントは1対1。男子の優勝の行方は全く分かりません。サーブを行うタロッティさん、あるいは今レシーブをするペルシャ、うまく
コースは読んだんですが、ボールが大きく投げた。さらに投げましたね。そうですね。エッジンの全く互角に当たり合っています。エッジンの凡ミスは許されません。これで30-14 となりました。ファイナルセット4ゲーム勝負4-4のタイム30-15トロッキーのサーブ。これはちょっとそうですね、はい、いいサービスですね、テレちゃん入ったってことが一つの条件ですよね。そうなんですね、はい、いいところで返しましたからね。パーティーオールになりました。あるいはサービスエースかというサーブだったんですが、テレちゃんが素晴らしいプレーで返しました。ロビング、これがちょっと大きいようです。ハンガリーのナンバーワンプレーヤーバラージ・カロシフォールトか。フォールトですね。フォールト、完全にフォールトですよね、はい。サービスをキープいたしました。これで5ゲーム2-4 5-4とハンガリーのタロッキーがリードしています。ファイナルセット、ファイナルに入って本当にこうシーンとした雰囲気になってきましたね。そうですね、やはりいいプレーが出ますね。お客さんもそれに集中しますからね、はい。カロスキーが 5-4 とリードはしているんですが、次はテルチャーのサービスですから、ゲームの展開はまだ予測をつけることはできません。今日は快晴に恵まれております東京地方田園コロシアムのセンターコート、男子のシングルスの決勝が行われています。決勝に勝ち残りましたのは第1シードのエリオット・テルチャーアメリカ、そして第2シードのバラージ・カロスキーハンガリー。最後対戦は全くゴムゴムで、第1セットがカロッキー、第2セットがテルチャー、セットカウントは1対1、そしてファイナルセット、現在第9ゲームを終わりまして、5ゲーム2-4、カロッキーが1ゲームのリードを奪っております。第10ゲームは、エリオット・テルチャーのサーブです。カロッキーがこのゲーム、テルチャーのサービスを破れば、第10回のステイニオンジャパンアンダーアジアオープンに男子のシングルスの部で優勝を果たすことになりました。テルチャーがサービスをキープいたしますと、まだ優勝の行方は全く分かりません。テルチャーのファーブ、パーティーラブ、パーティーラブ、5-4と1ゲームリードしているカロッキーですが、テルチャーのファーブです。
とセルターもテイクオートは得意ですからね。そうですね、やはりファイナルセットは非常に接戦になってきましたね。そうですね、第10ゲームは30ラップ、セルターのパートロッシーをコートから追い出して揺さぶります。中央に構えてボレー、トロッシー拾った、しかし6ショットが決まりました。最後は今度セルターのボレーが決まったんですけど、しかしそれにしてもトロッシーはよく追いつきましたね。最後で諦めていけませんからね、はい、それはちょっと無理ですよね、もうね、ちょっと面白かった。フォーティーラップ。サービスをキープすれば、5対5のタイム。サービスエース、ね、サービスエースコーナーにサービスが入りました。これでタイムゲームと、5対5のタイムになりました。何よりもシングルスの決勝です。緊迫したゲームが続いています。ファイルゲームショー、さすがに決勝にふさわしいファイナルセットになりました。トロッキーのサーブ、第11ゲーム、アウトです。第6ゲーム以降はずっと両者のサービスピースが出てきましたね。そうですね、やはりサービスピースって言いませんとね、やはり自分のリズムをつかめるなんですからね。サービスピース、これはもうサービスピースと同じような価値がありました。そうですね、サービスピース、サービスピース、ステイニョン、ジャパンサンダージオ男子のシングルスの決勝、優勝の行方は全く分かりません。第11ゲームファイナルセット、パーティーフィッシング、タロッシーのサーブ、やはりフォーハンドで揺さぶってからスマッシュを決めてますね。そうですね、やはり攻撃しませんとね、逆転食らいますから。フォーハンド、中心に当たりませんでした。第11ゲーム、ハンガリーのタロッシーが取りました。6ゲーム2ファイ、6対5と第2シードのタロッシーがリードを奪いました。森さん、最終ゲーム、これで11ゲーム終わって6ファイ、タロッシーのリードなんですが、どうしてもしかしセルターはまだリードを奪うことができないですね。そうですね、やはりこれ取ってタイですからね、取らなきゃ負けですからね、やはりこうやって取り組みキープして最後のタイブレークまで持ってきてもらいたいですね。そうですね、決勝戦に関してタイブレークで決着をつけてほしい感じですね。そうですね、タイブレークになりますと一本一本が本当にもう本当にもう一つのちょっと一つのカーブがですね、神経をすり減らす感じになりますよね。ファイナルセットに入りまして緊迫したゲーム展開になりました、はい、お互いにサービスをキープいたしまして6ゲーム2ファイ、ハンガリーのそのタオッティがわずかに1ゲームリードしておりますが、
第12ゲームはエリオット・セルチャーのサーブで始まります。手前がエリオット・セルチャー、そして向こう側にカロッティが入ります。最終セットの12ゲームです。ファイナルセット6ゲーム2ファイ6-5でタロッティがリード、セルチャーのスタートです。これは見事なサービスエースです。外側いっぱいでと、ね、あれだけ追い出されましたね。さすがのタロッティの追い出すのが難しいですね。最終セットはまだリードを奪うまでには至っておりません。エリオット・セルチャー、これはフォートです。ゲームカウントの最後、向こう側バラージ・カロッティがリード。セルチャーが2ラップとなりました。全然2人の表情も変わってきましたよね。そうですね、もう真剣そのものですね。サービスに入る前にディープ相手をこれから見据えます。エリオット・セルチャー、ボレー見事です。ナイスボレーですね。本当に良かったですね。フォーティーラウンド、これはネット引くのが早いんですよね。止まってボール読んで見事ですね、はい、第12ゲームフォーティーラウンド、このサービスゲームをセルチャーがキープいたしますとハイブレークに入ります。ゲームカウントが6-6になればハイブレーク、その次のゲームで決着がつきます。14-15第12ゲーム、いいサーブでした。さあ6-6のタイムになりまして、いよいよハイブレーク、でハイブレークになりましたね。そうですね、ダンシングのハイブレークですね。最後の最後ですね、はい、もう本当にがっつり四つに渡り合っている両者。ハイブレークはまずハンガリーのカロッティのサーブで始まります。ボールを送りました。追いついたがダメです。素晴らしいトップというのは ですね、逆スチですからね。やはりああいうトップもないとね、なかなか少ないですね。そうですね、これでまずワンダブルになりました。サーブがセルチャーに送ります。ハイブレークになりましたから、ここで決着がつくわけであります。まずワンダブとカロッティになるんです。男子のシングルスの決勝はハイブレークに持ち込まれました。
たらしい今のプレッシャーすごいですね。いわゆるその世界のトッププレイヤーらしいね。素晴らしいと思います。アプローチちょっといいですよね。ハッシュラインギリギリですね。そうですね。アンドB のポジに行っちゃいましたね。そのフォアも2つありますからね。これで今度は2球タロッキーのカードになるわけですけれども、一つプレッシャーとしてはカードを破んなきゃいけないですね。はい、日本ドライナーと 4-1 ですからね。タロッキーがカードで押しました。 3-1 タイブレークに入っております。エリオット・ペルサー・ファイル、バラージ・タロッキー、男子のシングルスの決勝です。G1、タロッキーリーダー。サービスを一つ破っているだけが悲しんでいるわけですからね。はい、ですから一本っていうんですね。はい、タイブレークの一本っていうのはものすごく大きいんですよね。そうなんですよね。はい、4-1 です。4とリードされたエリオット・ペルサー、しかし取り返します。熱の灯った決勝戦になりました。2-4サイドが変わります。お互いに真剣な表情になりました。男子のシングルスの決勝、最終セットがタイブレーク。第1セット6-3でタロッキー、第2セット6-1でエリオット・ペルサー、ファイナルセットは6-6からタイブレークに入っています。コールはありませんね。そうですね。4-3です。カロッキーはちょっと今の判定が遅れあります。そうですね。大事なポイントですから、カロッキーとしてもフレームをつけたくなるところですが、サイドラインギリギリいっぱいボールがキュッとしたか、あるいは外側かというところなんですが、諦めましたね。そうですね。次のプレーに響かなきゃいいんですけどね。そうなんですよね。これで 4-3 ですね。そうですね、はい、まだ有利なんですからね。このサービス2本取れば、まあ、1ポイント貯めるわけですから。いよいよ大詰めが迫ってまいりました。 4-3 倒してリード。バーツサービスのフォール。よく返しのバックホレーで決めました。ロッキー
ね、ちょっと好きなかったですね、あれもう少しボール一つ上ですとね、はい、いいショットなんですけどね。さあこれでサーブがセルサーに移りましたが、マッチポイントということになりますね。そうですね、初優勝を目標にしたトッピセルサーはドカッパに追い込まれました。タイブレーク3-6。そうですね。